人間やっぱり最初にああいうのを見ると感情的になってしまうんで、いや俺何できるよって、まあ、すぐいややっぱり仕事作る方がいいな。お世話になった恩人がいる陸前高田に起業家としてできること、それは会社を作り仕事を作ること。冷麺ってこう来たりで、じゃじゃ麺ってこう来たり、割とこう岩手県は麺大国だって言われてるんですけども、ちょっと洋風なものはあまりなかったんです。震災直後、縁ある陸前高田市へすぐに向かった高橋は、その惨憺たる姿に感情とも違う何かに突き動かされた。ここは震災後に高橋が建てたパスタ製麺工場、株式会社バンザイファクトリー。盛岡で生まれた彼がなぜこの地で起業することになったのか。田沢湖の方は建ててまだ1年半ぐらいだったと思うんですけども、それはその時、売りました。とにかくそれでこの工場を建てばいいやと。25歳で独立し、医療 IT システム開発会社を起業。15年後に彼はその会社を M&A によって大手企業へ売却する。引退後、ふるさと岩手で IT 木工の会社、株式会社サーガを設立。若い時からの夢、クリエイティブな仕事がしたい、その思いを形にするため2つ目の会社を一から立ち上げた。3次元レーザースキャニング入力システムなどを導入し作る彼の木工製品は、岩手の素材にこだわった新しい伝統工芸品として評価される。その後、2009年には夢だった風光明媚な田沢湖へ自宅兼工房を建設。憧れのライフスタイルを手に入れ、やっと一段落し、家族みんなで穏やかな暮らしを送るようになった頃、あの大地震が発生した。震災以降に、まあ、1年2年3年4年って経っていって、その何がやっぱりこう足りなくなってくるかっていうんですかね、その瞬間瞬間いろんなものは必要なもの、ボランティアさんだったり NPO 団体さんだったり、瓦礫撤去だったり、こういろんなこう人のケアだったりって必要になってくるんですけども、人生においてその節目節目でお世話になった恩人が住む陸前高田市。起業家として自分ができることとは。高橋の出した答えは、ここへ仕事を持ってくるということだった。まず地元の食品関係のお店とかに卸す商品を作るんじゃなくて、やっぱり外貨を稼げる、まあ、県外からここにお金を持ってくる商材作りだよねっていうふうに。岩手県は東北の中で言わずと知れた明太国。高橋は今売られている商材では値段もある程度決まっていて、競争相手も多いと判断。岩手に新たな麺文化を付け加えることにした。それがパスタだった。しかし異業種からの参入、さらに沿岸部という場所の気候との戦い、ここまで来るのには苦労も多かった。クレームの嵐ですね、まあ、でもあまりクレーム来たよとか返品になったよとか戻ってきたよっていうのをこう働いてる人に言うとみんな不安になるんで、まあ、何も言わないままにどっかにこう処分したり、まあ、毎日家で食べ続けたり。それでも高橋は持ち前の行動力で大手製粉メーカーなどの協力を取り付け商品開発を行う。同時に陸前高田の気候に適した季節ごとの配合を研究。要するに8月の夏から始まって、秋になるとまた気温変わって、まだ麺がおかしくなっていって、これは冬になって、1年間そういうことなんですね。だから本当に今やっとまともに作れるようになってるっていう感じですね。バンザイファクトリーの作るパスタ麺はアルデンテのような食感を残す麺が主流のこの業界で、型破りな柔らかいもちもち感が特徴。
それがミドル層に受け評判に。今では関東中部エリアの星を持つホテルなどにも流通するようになった。製麺以外にも以前から高橋が行ってきた工芸品作りも同時に行っている。従業員たちは工場の仕事が終わると自由参加で作業を行う。これも賃金として彼女たちに支払われている。現在は10人以上の地元の方と一緒に働いている。全然違うこういう仕事するってことがね、うん、やっぱりいいんですね、うん、気分のこう切り替えだったり、あと今は出てくること自体がまずこの陸前高田市に工場を作って、次はそういうショッピングセンターにお店を出して、で売るどこも自分たちで作っていって、で工場でもそういうことをやっていく。この春流通最大手イオンが陸前高田市に開店を予定。その中にバンザイファクトリーの兄弟会社がレストランを出店することになった。現在高橋らはそのための準備を行っている。高橋和義、52歳。何か一つでも売れるものを開発し、一人でも働く人を増やせれば、少しは陸前高田の恩人に男として顔が立つ。そんな思いから始まったパスタ製麺工場。岩手から新たな麺文化が生まれようとしている。